が集まってきたぞ。おじいちゃん、リリア、一刀両断、天狼、リリア、急に新しい眠ってくれ。おじいの風船、倒したぞ。おじい、助け、行くぞ。まだいるぞ。僕も忘れられない。ケチラ。おやつの道は一日にしてならず。君が甘いんだよ、いろいろと。足が八本？どんな生き物？その足に気をつけてください。伸びますよ。一刀両断、せい、まだいるぞ。かけろ、まだ表記、行くぞ。体調が悪い時はいくら食べてもセーフですわ。何があった？グリフレット橋崩壊の調査であります。長雨による氾濫が原因かと。原因は長雨じゃない。水位に比べて流れが異常だ。嫌な気配を感じますわ。避難した方がいい。うん、分かってる奴がおる。誰だ貴様は。分かった。スレイの言に従おう。スレイって噂の同志か。だったら反乱を沈めてくれるかも。沈められるものか。水神様のたたりを。水神？恐ろしい影さ。一瞬で橋を叩き壊すほどの何かだ。貴様、またそんな寝言を。なんだ。水神様だ。逃げろ。命令だ、早く。普通の人にも見えるのか。ウロボロス、こんな場所にいるなんて。人の目には竜巻なども見えているのでしょう。手ごわそうだ。自らを回転させる小打撃に注意してください。焼き切る、焼き捨てる、攻撃一戦、一生だ。場を断ち切る、焼き切る、焼き捨てる、全部滅戦。甘く見るなよ。焼き捨てる、全部滅戦、攻撃一戦。チャンスインフロー、一刀両断、アウトブレイク、
が氷魔化したものなのです。天族が氷魔になるだって？そして完全に氷魔化した天族はこう呼ばれます。ドラゴンと。ドラゴンが実在するってこと？伝説が本当に。
この橋を壊したというのか。私が。恥ずかしい限りだ。君たちが浄化してくれなかったらどうなっていたか。感謝する。俺たちもあなたを救えてよかったです。ウーノだよ、若き同志。スレイです。ウーノさん、助けた代わりっていうとはあれだけど、お願いを聞いてくれませんか。お願い？レディーレイクの加護をお願いしたいんです。しかし今のあの町は。アリーシャ様、おけがは？大丈夫、竜巻も消えたよ。だから大丈夫だって言ったろ。姫様には同志様がついてんだから。貴様だってビビりまくってただろうが。しかし急に雨も止んだし、流れも落ち着いてきましたね。これって同志の力なのかな。同志なんておとぎ話だと思ってたけど、なんか信じたくなっちまった。ほら、同志様と呼べ。同志様と。俺、同志様が竜巻を切ったように見えたよ。こんなこと信じてもらえないだろうけど。いいじゃねえか、信じるなら水神のたたりより同志の奇跡の方が夢がある。ほら、同志様と呼ばんか。まだこんな人々がいるのか。いや、君が取り戻してくれたのだな。じゃあ加護を鳴らせてもらうよ、レディーレイクの土地の神。ありがとう、ウーノさん。君が主神か。良い同志を選んだようだな。そう思います。行こう、ブルーの司祭が待っている。
おお、まさに奇跡の力。我らの存在を全く感じていないようだな。この聖水、心して祀らせていただきます。天族ウーノ様、ふつつか者ですが、どうぞ末永くよろしくお願いいたします。だが、真摯な男のようだな。なんだろう、今体の中を風が通ったような。この町に加護が戻ったのです。私の領域で町を覆った。だが、加護を維持するには人々の協力が不可欠だ。ですね。加護を助けるには祈りだけでなく様々な方法があります。例えば？例えば、なるほどね、わかった、やってみるよ。やれやれ、手間がかかるね。私も微力を尽くします。ん？どうした？まだ強い汚れを感じる。そう遠くはない、町中だ。そっちは王宮の？それが天族との会話というものですか？独り言にしか見えませんね。あなたは？ハイランド内務大臣バルトロ閣下の使いです。レディーレイクのために進駆されている同志スレイを私的な食事会にご招待したいと。見張っていたのか、スレイを。とんでもない、驚いていたところですよ。限りなく低いとはいえ、王位継承権を持つハイランド王女が噂の同志と親密なご関係とは。姫様の愛する民衆もさぞや喜ぶことでしょうな。勘繰りだ、そのような。アリシャ、どこに行けばいい？ラウドテブル王宮。わかった、バルトロさんによろしく伝えて。大臣たちには関わらない方がいい。私は彼らから。汚れがある方角っぽいし、ちょうどいいよ。すまない、甘えてしまって。気にしないでいいよ。王宮を見たいってのが本心だから。王宮って初めてだ。案内よろしくね。君にとっては同じなんだな。
ここは確か天意見聞録に